ガールズラジオチームご在所ラジオ神楽屋怪奇探偵団セカンド。すっかり秋らしくなってきましたが、団員の皆さんはいかがお過ごしですか？私の秋はやっぱり食欲の秋です。ということで、改めましてこんばんは、神楽屋怪奇探偵団広報担当兼進行役の徳若美希です。食いしん坊の徳ちゃんらしいね。季節の変わり目だけど元気してるかな。団長の神楽夏希です。そういうカグリンは秋といえば何？そうだね、秋といえばなんだろう、ハロウィンかな。え、意外。仮装して楽しむ大騒ぎのイベントでしょ。徳ちゃん、日本ではアメリカからの流れを汲んで独自に進化したコスプレイベントみたいになってるけど、そもそもハロウィンは古代ケルト人が起源と考えられている祝祭で、秋の収穫を祝い悪霊などを追い出す宗教的な行事なんだよ。10月31日はケルト人にとって1年の終わりで、この世は死者の霊。はい、ストップ。そこまでよ。今は怪奇講座じゃなくてオープニングトークなんだから。そうだったね、ごめんごめん。気になることを話し出すとついつい夢中になっちゃうんだよね。もうカグリンらしいといえばらしいけどさ。ご本、お二人とももうよろしいですか？ごめん、あかりちゃん、ご挨拶がまだだったわね。はい、 LINE の皆さんこんばんは。今日の神楽屋もお楽しみいただけてますか？副団長の穂波あかりですわ。秋といえば秋の夜長、秋の夜長には怖いお話をするのはいかがでしょうか。ちょっぴり肌寒くなった夜風を受けての怖いお話、最高じゃないですか？秋の夜長に怖い話って、あかりちゃん今日も絶好調ね。さあさあ、ご挨拶も終えたところでねえ、二人とも、その後も女子力アップ計画は進んでる？はい、聞いて聞いて、僕今日もスイーツ作ってきたよ。おお、楽しみ。待ってください、徳ちゃんさん、前回のことをよく思い出してください。あ、そうだった、前回は UFO 型クッキーだったし。ねえカグリン、今回のスイーツは何？キューブタイプの生チョコだよ。やったー、生チョコ大好き。すごいわね、作るの結構難しいと思うんだけど。じゃなかった、大事なのはそこじゃないわね。それでモチーフは何かな？なんと生チョコキューブを積み上げて、あのクフ王のピラミッドを1000分の1スケールで再現したんだよ。中にはクッキーで作った棺桶にクフ王のミイラが詰まってるんだ。後で3人で食べようよ。そうだ、徳ちゃんにはクフ王をあげるね、特別だよ。まあ羨ましいですわ。いいですわね、徳ちゃんさん。いえ、遠慮しておきます、生チョコだけで十分です。うん、一癖あるだろうと思ったら今度はピラミッドとミイラか。でもある意味徹底しててすごいわ。さて、女子力トークっと、あかりちゃんはまだ日舞続けてる？もちろんですわ、茶道も華道も続けてます。あと来週から乗馬も始めようかと。あ、それとお父様に女子力アップ計画のお話をしたら、ウィーンで舞踏会デビューするのはどうだと言われました。カグリンさんとトクちゃん様、ご一緒にどうですか？どうですかって無理でしょ、平民は。ドレスもないしマナーも知らないし、ましてや踊れないし。でも慣れて怖いわ、現実離れしたあかりちゃんのセレブ話聞いてもだんだん驚かなくなってきちゃった。舞踏会、僕も遠慮しておこうかな。残念ですわ、3人でなら楽しそうですのに。そういう徳ちゃんさんはどうです、スイーツ女子続けてますか？うん、でもあまりにもチェックしたいスイーツの数が多すぎて全てを回るのは難しそうなのよ、金銭的にも大変でね。あら、でしたら私がお金の面はサポートできますけど。大丈夫よ、これは自分自身でやることが大事だから。それにこれでも一応お姉さんだから、体重と体脂肪と財布と相談しながら地道に頑張るわ。偉いね、徳ちゃん、さすが神楽屋のお姉さん。ご立派ですわ。そうそう、最近は昼食と夕食も本当にセーブしてるしね。ちょっとカグリ、まだストーカーっていうか尾行続けてるの？うん、だって面白いんだもん、徳ちゃんの行動。あ、そうだ、
カフェでケーキをたくさん食べた後、徳ちゃんがガラス越しに映る自分の姿。ダメ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 、その話ストップ、カグリン。わかったよ、シークレットだね。その様子だとあかりちゃんも知ってるみたいね。あーもう油断も隙もないわ。まあ2人とも独特だけど、それぞれ女子力アップ計画をちゃんと実行してるのね。えらいわ、お姉さん感心よ。あら、褒められちゃいましたわ。引き続き3人で女子力アップ頑張りましょう。おお、女子力といえばさ、徳ちゃん、前回の放送の後あのことを団員さんにも話そうって決めたけど。大丈夫、それは次のコーナーで話しましょう。うん、はい、じゃああかりちゃん、いつものお願いね。はい、この番組はここエクスパーサ御在所からネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りします。クフ王のピラミッドは高さ138メートル、底辺が230メートルなんだよ。ラジオ、かぐらや怪奇探偵団。せーの、ふつおたのコーナー。さあ、今回も普通だけどちょっと普通じゃないお便りを読んでいきましょう。うん、ということで、まずはこのお便りをかぐりんよろしく。はい、それじゃあ読むね。団員ネーム F さんから。かぐらやの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらってます。今回はカグリン団長に強く言いたいことがあります。カグリン団長は今のままでも可愛いし素敵な女の子だと僕は思います。女子力アップを無理して目指すとカグリン団長らしさがなくなってしまわないか心配です、ということだけど。これ以外にもね、カグリンは今のままでも可愛いとか、可愛らしさは人それぞれなので無理はしないでほしいってメールいくつかいただきました。みんなが心配してくれてるのは嬉しいよ、ありがとう。でもそんなに無理はしてないんだよ、未知のことを探求するのはどんなことでも楽しいからね。それにいくら女の子らしくなってもカグリンらしさはなくならないって、スイーツのモチーフだけでもわかるもんね。え、 UFO 型クッキーもピラミッド型生チョコも可愛いと思うんだけどな。そういうところですわ、カグリンさんらしくて素敵です。まあ団員の皆さんが心配しちゃったのはガルラジのために女子力アップをしようって私の提案を、あの怪奇にしか興味なかったカグリンがすんなり受け入れたからなのよね。ああみんな混乱させちゃってごめんね。徳ちゃんの提案に乗ったのはガルラジのためだけじゃないんだ。ちょうどもっと女の子らしくしたいなって自分でも思ってたんだよ。父親から来た手紙がきっかけでね。ええ、実はカグリンさんのお父様から夏希が中学生になる時に渡してほしいと私の家で預かっていたお手紙がありまして、その手紙に自分のような生き方じゃなく女の子らしい生き方をしてほしいって書いてあってね。まあそんなこと言われてもカグラ屋の活動はやめないよ、怪奇事件の調査は僕のライフワークだからね。でもたった一人の家族である父親の願いなら少しは聞いてあげたいと思ってさ。前回の放送後に聞いてびっくりしたわよ、そんな事情があるなんて思わないじゃない、知ってたらもっともっと協力してあげたりとかさ。ほら、そうやって気を使うじゃない、この話をして徳ちゃんらしさがなくなっちゃうかもしれないのが心配だったんだ。それに徳ちゃんすぐ泣いちゃうしね。だってだってそれだけじゃないじゃん、カグリンのお父さん数年前に旅立ったまま行方知れずで事実上消息不明だって。大丈夫だって、こういうこと今まで何度もあったし、多分どこかで生きてるよ。あ、皆さんご心配なく、カグリンさんのことは衣食住そして学校のことまで保護者代理として全てホナミ家でお世話していますわ。神楽家と穂波家は代々冒険家とパトロンの間柄なんですの。ありがたいことにね。あ、それで住んでるところなんだけど。そう、なんと神楽屋のアジトに隠し部屋があってね、映画みたいに本棚がギギギって開いて奥にカグリンの部屋があって、もうびっくり、夢だけど夢じゃなかったって感じよ。意外に
カグリンの部屋、ベッドとかテーブルとか可愛い感じだったし。ドクちゃんさんのびっくりした顔、面白かったですわ。ねえ、ひょえーってドクちゃんやってみて、ひょえー。いや、恥ずかしい恥ずかしい、やめてよ。ひょえーってすっごい大声で叫んでたし、バンシーの叫び声ってあんな感じなんじゃないかな。もうからかわないでよ。まあとにかくカグリンが心配かけたくないって思ってることはよく分かったから、私も心配しない。団員の皆さんも心配しなくて大丈夫ですからね。私と徳ちゃんさんでしっかりサポートしますわ。もちろんよ。二人ともありがとう。本当は徳ちゃんにだけ話そうかと思ってたんだけど、徳ちゃんがあんな匂わせてたら逆に心配かけるわよって言うから、団員のみんなにもちゃんと話そうと思ったんだ。とにかく神楽屋怪奇探偵団は続けるし、自分らしく、でも女の子らしくやっていきたいと思う。だから徳ちゃん、あかり、それに団員のみんな、これからもよろしくね。はい。 S さん、メールをくれたみんな、改めてだけど心配してくれてありがとうね。じゃあ次のメール行ってみようか。はい、それじゃあ次は私が読むわね。ちょっと前のお便りになるんだけど、団員ネーム、ベニウメさんからいただきました。お盆休みを利用して、エクスパーサご在所に行ってきました。わー、ありがとう。ありがとうございます。皆さんのポスターやアクリルスタンドをバッチリ確認してきました。チームカードも回収してきましたよ。番組で紹介されていた伊勢エビ風味のポテトチップスも買いましたが、めちゃくちゃ美味しかったです。これからも、ご在所の耳寄り情報があれば、また遊びに行ってみたいです。ということです。嬉しいね。嬉しいね。僕らのホームに来てくれて、しかもカードをゲットしてくれた上に CM コーナーで紹介したお土産まで買って行ってくれて、ご案内した甲斐がありましたわね。あ、カードといえばこの間の中間発表なんだけど、残念ながら神楽屋は1位じゃなかったのよね。でも各サービスエリア、パーキングエリアでのチームカード配布の中間集計ではご在所が1位だったって。たくさんの人がご在所に来てくれたんだね。ありがとう。ありがとうございます。この調子で他の企画でも上位になりたいよね。そしてあわよくば1位取っちゃったりして。聞いてくれてる団員の皆さん、これからも応援よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。私たちももっともっと頑張ろうね。もちろんですわ。まだ時間あるみたいだから、じゃあ次のメール、あかりちゃんお願いします。はい、団員ネームサンバレーさんからのお便りです。神楽屋の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私はファーストシーズンから皆さんの番組を聞いているものです。ファーストシーズンでやっていた質問に3人同時で答えるコーナーがとても好きでした。コーナーの復活は難しいと思うのですが、もう一回だけやってもらえませんか。問題も考えさせてもらったのでお送りしますということですが、これ掟のコーナーですわね。懐かしいね。問題まで考えてくれたみたいだからやろうよ。いいね。どうするんだっけ。説明しますわね。まず私が質問を読み上げます。その後にせーのと言います。その質問の答えをイエスかノー、もしくは何か一言で一斉に答えるんですわ。あー、思い出した思い出した。じゃあ早速行ってみよっか。では行きますわよ。第1問、四日市港ボートビル14階の展望展示室に行ったことがある。せーの、イエス。お、二人とも行ったことないんだ、意外。学校の社会科見学とかで行ったことあると思ってた。四日市港を一望できるし、夜は工場群の夜景が綺麗なのよ。行ったことないんだ。私もないですわ。ところで徳ちゃんさんは誰と野球を見たんですの。ヒューヒュー。大学の同じゼミの仲間で行ったのよ。残念ながらデートじゃありません。あら、残念ですわ。では次いきます。第2問、イオン四日市オビラ店を何と呼ぶ。せーの、オビジャー。あら、ぴったり一緒ですわね。まあ地元民でしたら当然ですけど。そうだね、イオンになっても未だに行っちゃうよ。
徳ちゃんはよくわかったね。大学の友達が言ってて、初めはわかんなかったんだけどね。それより、あかりちゃんでも行くのね、ショッピングセンター。はい、学校帰りとかに行きます。好きですわよ。オビじゃ伊勢じゃ。カグリンさんたら、ダイさんも行きますわよ。うん、三重県にはスキー場がある。せーの、イエス。え、あるの？御在所スキー場というのが御在所ロープウェイの上にあるんです。県内唯一のスキー場ですわよ。この近くじゃない、知らなかったわ。ねえねえ、冬になったらスノボしに行こうよ。僕スノボやったことない。私はスノーボード経験はありますけど、御在所スキー場には行ったことがありませんわ。出た、北海道とか東北とかはあるって言うんでしょう。いいえ、シャマニーとかベイルとかです。どこの国かもわかんないけど、有名なとこなんだろうね。シャモニーはイタリアとフランスとスイスの国境付近だね。それでベイルはアメリカのコロラド州。んよっ、さすがカグリン博識。ドクちゃんたら急に茶化さないでよ。で、おかり、次の問題は？今ので最後ですわ。そっか。なんか起きてというより、三重県あるあるクイズだったね。うんうん。でも、久しぶりにやったら面白かったわね。特に3人揃うと、こう、なんていうか、気持ちいいわ。なんとも言えない一体感ですわね。そうだね。サンバレーさん、面白かったよ。思い出してくれてありがとう。おら、もうお時間ですわね。ということで以上、ふつおたのコーナーでした。ベルシティ、サンズ、マーム、ラジオ、かぐらや怪奇探偵団。今週の無茶ぶり。はい、今週の無茶ぶりはガルラジ事務局からのお題に答えてポイントがゲットできるコーナーです。早速だけど、トクちゃん、今週のお題は？うん、今回はね、今までと一味違うのよ。ネクスコ中日本のゆるキャラといえば道丸くんですが、今回はエクスパーサ御在所のゆるキャラを考えてください。名前や特徴までお願いしますってことなんだけど、追加でチームごとのルールがあるの。私たち御在所のルールは怪奇でなく可愛いけどちょいコア系のキャラでとのことです。ちょいコア系、怪奇ではいけないんですの？ちょっぴり意地悪ですわ。私たちから怪奇を取り上げるなんて。そうだね、これは難題だ。今までで一番難しいかも。そんなに？お題として純粋に難易度が高いのもあるけど、一番の問題は四日市市にもうゆるキャラがいることなんだよね。ドクちゃん、今年の夏に3人で第四日市祭りに行ったの覚えてる？もちろん、賑やかで楽しかったわよね。あの行列に出てた大きな山車に首が伸びたり縮んだりするからくり仕掛けのお乳道さんっていたでしょ？おー、あの少し不気味なやつ。不気味なところが可愛いんですわよ。そうかな。あれは四日市市の民話に出てくる大乳道がモチーフなんだけど、あれをちっちゃくした小乳道くんっていうご当地ゆるキャラがいるんだよ。ああ、そういえばそんなゆるキャラがいるって話前に聞いたわね。可愛いけどちょいコアっていうなら、あれがまさにそうだと思うんだ。小乳道くんに匹敵するキャラを生み出すのはかなり難しいと思うんだよ。しかも怪奇なものはダメなんですわよね。難題ですわ。怪奇を封じられてしまったら、私何もアイディアが出てきません。いつもキレッキレのあかりちゃんが珍しい。三重県の有名なものから考えてみるべき。でも私地元じゃないからそんなに知らないし。三重県の有名なものか。お、工業地帯とかいいんじゃない？工業地帯？どういうこと？さっきも話してた四日市市の工業地帯の夜景って観光スポットとして有名でしょ？うん、だから工業地帯で生み出された地球の平和を守る鋼鉄の巨人っていうのはどうかな。外見はメカメカしくて性格はかっちりしてるけど、思いやりがある優しい子なんだ。はい、却下。お題は怪奇でなく可愛いけどちょいコア系なの。可愛いもちょいコアも何一つ要素がないわよ。それじゃ空想科学じゃないか、グリーン。そう、メカって可愛いと思うけど。
でも怖くしないとダメなんだっけ？難しいなあ。そうだ、前にツチノコのマスコットキャラを考えたことあったよね。あれを掘り下げてみない？おー、それならいけそうね。丸いボディにつぶらな目をした可愛いツチノコ、名前はノコッチみたいな。おお、トクちゃんいいよ、それいいと思う。ノコッチ可愛いですわ。でもツチノコですわよね。あ、そっか、ツチノコじゃ怪奇になるのか。なんかいいアイディアないかな。いいこと思いつきましたわ。なになに？怪奇がダメならファンタジーにしましょう。流行の異世界ものを取り入れて、こんな設定はどうでしょうか。ノコッチは蛇の妖精、フェアリーランドという異世界に住んでいるんですけど、人間が大好きなんです。だからたまに人間の世界、ここエクスパーサ御在所にやってくるんですわ。有効的な妖精なんだね。けれどフェアリーランドのルールで、妖精は人間に見つかってはいけないと決まっているんです。ですから自分を見つけた人間をフェアリーランドに連れて行ってしまうんですの。だからノコッチは発見されていないんですわ。なるほど、現実のツチノコの設定も組んでて面白いね。程よく怖いわね。でも見つけたら連れて行かれるんでしょ？見つけられないならゆるキャラとして成立しなくない？はあ、確かにそうですわね。じゃあこうしよう。トクちゃんはフェアリーランドに連れて行かれたんだけど、ノコッチにもっと人間と知り合いたいって相談されて、ノコッチのことを人間たちに広めるために戻ってきた唯一の目撃者なんだ。私ノコッチの伝道師なの？でもノコッチは人前に出てこられないから、トクちゃんがその姿をイラストに書き起こしたものや性格の設定だけが概念として存在するんだ。これならいけるんじゃないかな。素敵だと思いますわ。それじゃイラスト書くのも設定考えるのも私？結論、僕たちのゆるキャラはノコッチ。ノコッチは人間界に姿を現せないけど、唯一の目撃者であるトクちゃんによって概念だけが存在するんだよ。どう、事務局さん、判定よろしくね。そもそもノコッチって人間の言葉喋るのかしら。どう交渉してフェアリーランドから帰ってきたの私。なんだかミステリアスですわね。以上、今週の無茶ぶりのコーナーでした。ツチノコ、ノズチ、タンコロ、ドデンコ、ラジオ、神楽屋怪奇探偵団。それでは次はこのコーナー、神楽屋怪奇講座。はい、まずこのコーナー宛てのお便り読ませていただきます。ラインネーム、タピオカヒロシ探検探偵、タピオカヒロシ、タピオカヒロシ探検隊、探検隊さんからです。ごめんなさい、失礼しました。タピオカ探検隊ですわ。そうです、そうです。神楽屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。第2回の放送の怪奇講座で、カグリン団長が話していた時間についての講義の続きをもう少し聞いてみたいですとのことです。時間の話の続きね。奥深い上にある意味幅広いテーマだから、本気でやるとかなり時間が必要になるんだよね。ですので今回は誰かが講師という形式ではなく、それぞれが時間に関するお話をしようと思いますわ。時間ってもちろん占いにも関わる大事な要素なのよね。前回話してた誕生時間とか。でも占いの講義もうやっちゃったから、私は正直ネタ切れかな。じゃあトクちゃんは今回聞き役ってことで。ではまず私からお話しします。時間に関する怖い話といえば、時空のおじさんが思い浮かびますわね。時空のおじさん、何それ。人には今いる世界とは違う時間や空間に迷い込んでしまうことがごくたまにあるのです。周囲がそれまでとは少し違っていたり、全く違う時間だったり、見覚えのない古い街並みにいたり、空の色が不気味だったりするんです。人間によく似たどこか変な生物に襲われたりも。あかりちゃんの口調が怖い話モードに。そんな世
界で途方に暮れてると、お前なんでこんなところにいるんだと声をかけてくるおじさんがいるんです。おじさんは決まってこう言います。困るんだよなと。そして迷い込んだ人を元の世界に戻してくれるのです。え、終わり？なんだ、怖いことが起きるのかと思ったらいい人じゃないそのおじさん。さあ、それはどうでしょうね。おじさんの正体は結局わからないんですのよ。謎がゆえに不気味で不思議な存在なんですわ。なるほど。時間というよりは名前通り時空の回帰だね。多世界解釈からのアプローチかな。それなら僕は前にもちょっと話した時間旅行者のジョン・タイターについて話すよ。ジョン・タイターってどんな人なの？今から20年くらい前、アメリカのネット掲示板に自分は2036年からタイムマシンでやってきたっていう書き込みがあったんだ。ジョン・タイターと名乗ったその投稿者は自分が知る未来での出来事を投稿し始めたんだよ。現在を生きる僕たちにとっては予言ってことになるね。ああ、それでそれで、その予言って当たったの？いいえ、概ね外れたと言っていいんですわよね。そうだね、第三次世界大戦みたいな大きな予言はほぼ外れたよ。なんだ、じゃあ嘘じゃない？いや、そうとも言えないんだよね。ジョン・タイターはタイムトラベルによって世界線、つまり自分が存在する時空にズレが生まれると言っていてね、それってタイムトラベルすると自分が元いた世界と限りなく近い異世界に移動しちゃうようなものだから、予言が外れても彼の話を完全に否定することはできないんだよ。別の世界線では本当に起こったことかもしれないからね。難しくてよく分かんなかったけど、予言が外れるかもって前置きしてたってことでしょ？それってなんかずるくない？ずるいって面白い表現だね。でも否定できないのは事実だよ。そんなわけで、ジョン・タイターがただの妄想癖がある奇人なのか、本当に未来人なのかはわからないままなんだ。へえ、怪しすぎるし絶対嘘だと思うけど、あかりちゃんはその男のことを信じてるの？信じてるかと聞かれたら答えはいいえですわ。ですがカグリーさんが言いたいのは、判断は主観でできますけど、可能性が 1% でもあれば否定すべきではない。可能性が 0% になって初めて否定できるってことですわよね。うん、安易に否定せず調査して事実を自分の目で確認しようとすること、それは探求者が持ってなくちゃいけない資質だと思う。神楽屋はそんな探求心を大切にしていきたいと思う。徳ちゃんにも忘れないでほしいな。そっか、そうよね。占いだってそうだけど、それが本当かどうかは自分で確かめないとわからないもんね。肝に萌えじておくわ。萌えじておく。ちょっと気合い入っちゃったよ。肝に萌えじておく。私も肝に萌えじておきますわ。僕も萌えじておくよ。あら、そんなこと話していますと、そろそろお時間ですわ。タピオカひろし探検隊さん、お時間に関する講義としては満足いただけなかったかもですが、素敵なお便りありがとうございました。笑っちゃってるじゃん。以上、神楽屋怪奇講座のコーナーでした。今回はドワンゴからの CM をお送りします。なんか消せないよね。前回までエクスパーサ御在社の CM で、今回は急にドワンゴの CM、 それもファーストシーズンを含めて初だよ。これは怪奇、いや何らかの目に見えない大きな力が働いてるんじゃないかな。よし、解き明かしてみせるよ。カグリ、そんなのいいから CM 原稿を読んでくれる？考えれば考えるほど謎だな。もうまずはあかりちゃんお願いしていい？了解ですわ。ただいまドワンゴ JP ストアではガルラジのグッズを販売中です。ラインナップはクリアファイル、トレーディングアクリルキーホルダー、トレーディング缶バッジとなっております。 JP ストアでは
VTuber などの様々なグッズも販売しておりますので、ぜひチェックしてくださいね。やっぱりこの謎は解けない。怪奇探偵である僕が初めて迷宮入りにしてしまうのだろうか、この事件。おーい、かぐりん、こうなっちゃうともうダメだ。あかりちゃん、続きもお願いしていい？はいですわ。ガルラジファンなら見逃せない情報がもう一つ。今番組を聞いていただいているニコニコ動画にはワンランク上のサービスが受けられるプレミアム会員があります。生放送の配信中でも好きなシーンに遡って視聴できたり、事前予約なしで公開期限いっぱいまで生放送のタイムシフト視聴ができたり、ヘビーユーザーには見逃せない機能がいっぱいあります。ガルラジをより楽しんでいただけると思うので、ぜひプレミアム会員に登録してみてください。ああ、もうダメだ、わかんないや、この謎は解けない。ドクちゃん、僕はもうこの事件お手上げだよ。カグリン、これは単なる大人の事情ってやつよ。え？以上、CM コーナーでした。ガルラジクイズ。はい、このコーナーは他のチームから届いたクイズに私たちが回答をして答えが当たったらポイントをゲットできるというコーナーです。このコーナー、今回が最終回なんだよね。僕の知識では対応できないご当地ネタからためになった面白いクイズまで、いろいろと楽しませてもらったな。問題を解くとかってほんとカグリン好きよね。さ、最後だから優秀の美飾っちゃいましょう。はい、それでは早速質問を聞きますわよ。今回はこちらのチームからの出題です。神楽さん、ほなみさん、徳若さん、こんばんは。チーム藤川パーソナリティの愛知鈴です。構成作家の白井とゆいです。番組プロデューサーの金面なぎさです。はい、というわけで今回はチーム藤川からチーム五代所の皆さんへクイズを出題します。神楽屋怪奇探偵団が怪奇事件を解決しているという大噂はネットでいろいろと拝見しています。今回はそんなお三方にふさわしい富士市の伝記にまつわるクイズを出題しますね。それではなぎささん、お願いします。はい、問題です。じゅん。富士川サービスエリアのある静岡県富士市で毎年行われる富士祭りでは、日本のある有名な物語にまつわるコンテストが行われています。その物語とは何でしょう？これだけだと結構難しい問題かもしれないですね。ということで、ゆいすず、ヒントお願い。はい、ではヒントその1。物語にまつわるコンテストは富士市の PR 大使になる女性を決めるものです。はい、ヒントその2。その物語は日本最古の物語と呼ばれています。まだちょっと難しいかな。ということで、最後のヒントは日本の超メジャーアニメ制作会社も作品にしたことがあります。それではシンキングタイムスタート。難しい問題だったけど、ヒントをいろいろくれたからね。なんか私でも分かりそうな気がした。それを考えるとあれかなっていうのが、やっぱりあれですかね。私ちょっと竹取的なあれだと思ったんだけど。そうだね、合ってるのかな。合ってる、そうだよね、合ってると思う。女性をね、決める。そうですよね、これきっと。じゃあそれを親しみやすく言った方にしよっか。竹取り的な、ね、竹取り的なあれを。じゃあせーの、かぐや姫でいいかな、僕たちの答えは。それじゃあ答え聞いてみるわよ。はい、ここまでです。ということで正解お願いします。正解はかぐや姫、また竹取物語でも OK です。はい、富士市に伝わるかぐや姫伝説では、かぐや姫は最後に月へは帰らず富士山に登ってあの姿を消してしまうんですよ。はい、そのため富士市ではかぐや姫は富士山のご神体とされていて特別な存在なんですよ。なんだか不思議なお話だから、かぐらや怪奇探偵団のみんなにぴったりだと思って出題してみました。かぐらやとかぐや姫ってなんか名前も似てるしね。確かに。ヒントでも言いましたが、かぐや姫コンテストでかぐや姫に選ばれると1年間 PR 大使として市内外で行われる観光キャンペーンやイベントなどに参加して活動することになります。
。はい、皆さんも富士祭りに遊びに来るときはぜひかぐや姫コンテストにも応募してみてくださいね。ということでチーム藤川でした。バイバイ。おー、正解だったね。よかった。はい、これまで1,2,3,4,4個問題に答えてきたってことになるんだよね。全チームだもんね。いや、私本当にチームご在所でよかったなって思いながら回答してたら。いや、すごかったですわよね。あの山梨タクシーの時は、なんか私たちが全然考えもつかない発想で、カグリーさんがそうよビビッとバシッとビビッとバシッと。でも100万さんのやつはあの3択だったのに間違えちゃったから惜しかったよ ね。唯一の不正解ってことだったからね。もういや、もうそんなのは大丈夫よ。もう多分私だけだったらもっと間違えてたわよ。でも思ったより正解率が高くて本当に良かった。良、かったですわ、チームで良かったなって改めて思うコーナーでした。楽しかったです。はい、以上ガルラジクイズのコーナーでした。ピラミッド、はい、土曜坊主。図のつく占いなんて思いつかないわよ。ラジオ神楽屋怪奇探偵団。さて、名残惜しいですけど、もうお別れの時間ですわ。セカンドシーズンも残り1回、次が最終回なのね。楽しい時間ってあっという間に過ぎちゃう。あ、ねえねえカグリン、さっき時間の話してたけど、楽しい時間を長く感じて楽しくない時間を短くすることってできないの？理論的にはできないこともないんだけど。教えて教えて。結論から言うと、できることはできるんだけど、それをしちゃうと楽しいことが楽しくないことに、楽しくないことが楽しいことになるんだよね。何それ、トンチ？それとも哲学？いや、そうじゃなくて、楽しく感じる時間を長くするために行動すると、時間を長くするための行動が楽しさを損なうから、結果的にその時間が楽しくなくなっちゃうんだよ。やっぱり難しくてよくわかんないかな。番組の後、時間をかけて説明してあげるね。あら、そのお話興味ありますわ。私にも聞かせてください。頭をたくさん使いそうですから、甘いものが必要ですわね。僕が作ってきた生チョコを食べながらやろう。徳ちゃん、クフをちゃんと食べてよね。まあ、ありがとう。棺桶はクッキーって言ってたけど、クフ王は何でできてんだろう。では私、お茶を入れますわね。いいかぶせ茶が手に入ったので。ありがとう、あかりちゃん、素直に楽しみ。よし、それじゃあそろそろ締めなきゃね。次はついにセカンドシーズン最終回、10月9日にまたここで会おう。あと最後まで僕たち3人で頑張るから、これまで同様応援お願いします。お願いします。それではここまでのお相手は徳若美希と穂波あかりと神楽夏希でした。バイバーイ。この番組はネクスコ中日本とドワンゴの提供でお送りしました。